小倉競馬場第9レース安ザミ賞3歳1勝クラスの特別戦芝の 1200m にメンバー15頭の一戦です佐賀競馬から6番御根トカが参戦していますこの時間になって風が強くなって冷え込んでいきました小倉競馬場向こう上面は向かい風の形 枠入り進んで残すは1頭15番リサリサ誘導を受けます入りました係員が離れてスタートしましたピンクの帽子2頭わずかにコースタートですが広がっています先攻争いまだ固まっていますが 3番ゆかりプレリュードが出ていきました追って5番の宮地トレブ内から1番のトレンディースター前2さんと庭新佐10番玉モブラックタイが4番手につけました5番手集団に2番スリーアイランド7番名将小木育外12番シンプリンオーサムが行っています2きました15番のリサリサ中段から行って 8番のサザーランド、内に4番シャーマン・ロック3コーナーをカーブしていきます、この,の後ろは14番西のときめき、そして9番のルイス、34コーナー中間へと向かっていきます、前半600は33秒7です、並んでいった11番ミシェラ・ドラータ、これから4コーナー、離れた後ろに頭、6番オンネマトカ、13番カラという隊列になっています。 400切って4コーナーカーブ逃げる3番ゆかりプレリュードリードを体半分ぐらい外に持ち出したトレンディースター接近2頭4コーナーから直線馬場の4部ろでの攻防これらを一気にかわして10番の玉もブラックタイが抜け出したその後ろ200を切って内を狙って3アイランドが伸びてくる外からは追ってくる12番のシンプリーサさですが先頭10番玉もブラックタイリードを1マシンキープ外12番のシンプリーブが迫ってくる玉もブラックタイ玉もブラックタイゴールイン押し切りました10番玉もブラックタイ 外に迫った12番シンプリーオーサムですがこれはわずかに届かず2着3着争いずらっと広がって最後外追い込んできた15番のリサリサ内には2番スリーアイランドレバッタ3番ゆかりプレリュードそして1番トレンディースター3着争いで広がっています10番の玉モブラックタイ先端外めの追走 直線馬場の4分どころ真ん中ぐらいに持っていって伸びての抜け出しこの外から12番シンプリオーサム1頭差を詰めましたが迫りましたが2着というか形となっています10番玉モブラック対性しました勝ちタイム1分9秒7上がりタイムゴールまでの 800m は47秒 3600m は36秒0です 前の2頭から離れた3着争いここは外追い込んだ15番リサリサが追い込んで最後3着4着争いにゆかりプレリュードスリーアイランドトレンディースターと広がっています小倉慶は第9レースのアザミ賞を 1200m の一戦1分9秒7の決着玉モブラックタイアン城三幸英明騎手今日2勝目 2着12番シンプリーオーサム3着15番リサリサ4着3番ゆかりプレリュード5着争い写真判定と上がっています確定まではもうしばらくお待ちください